めっちゃ美味しいな。こんにちは、上野ありさです。そして葵です。はい、ということすいません、すいません、騒ぎちゃいましたということで、私たちは今韓国にいます。インコリア、インコリアで、なんと私たち5日間韓国に滞在するので、ひょうきん娘と一緒に5日間、ちょっと多分イライラしながら韓国楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今早速空港からホテルに向かってるんですけど、この間ラコステの時に会ったオヌクちゃんがおすすめのフェイシャルエステ、今韓国で流行ってるエステを教えてくれて、そこを予約してくれたので、このままホテルに荷物だけ置いて直行してエステに行きたいと思います。でもエステの名前は読めないので、着くまで分かります英語だったような気もするけど、なんか綺麗なとこだったよね。めっちゃ綺麗だった、うん、楽しみ、イエーイフライトがね1時間遅れたから、うちらエステの予約に遅れそうで、マジめちゃ走ってる。2番だよねこれ、電車に乗ります今から。ちょっと待って、わかんない。2番2番2番、マジで無理なんだけどいつもみたいな、買わなきゃ買わなきゃ、マジでまさかついて速攻こんなハプニングか。いや、それ意味ないよ、そんな急いで撮るの意味ない。だってお釣りお釣りこれどうやってやんの。ハッピーグピグピ、あ、これでいけないんだけど、なんか切符さっきのできてたのに、できて赤く光るからさ、できてないと思ってさ、ピーってやっちゃった。あー、もう大変、いけるかな、うちらたどり着けるのかな。でも駅は可愛くて結構テンション上がるはい、無事に到着しました。なんとか、なんとか、あー、ビデオどうでーくかわいい、すごい、到着しました。ということで無事にエステに着いて、もうこれで一安心だね。うん、とりあえずね、到着したらして、これからやってもらって、そのでおぬくちゃんが卵のトリートメントが今流行ってるっていうことで、どれどれがどういうことなのか分かんないんだけど、ちょっとそれをやろうかなと思ってて、まあ、メニューは相談しつつ、手術していただいて、この後ご飯に行きたいと思います。もううちらフライトのままだから、行ってきます。葵ちゃん何するんだっけ、プレミアムスキンケア、はい、到着しました。ちゃんとロッカーにも鍵がかかってる、これをポッケに入れて、はあ、すごい嬉しい、楽しみ。ちょっとビフォーでも撮っとこうかな、ビフォースキン、こんな感じです。変わるかな。今クレンジングをしてもらって、このマシンを今からやっていきます。コラージェン、 Yes、 うん、コラーゲンを入れていきます。クリーム、うん、スタート。クリームを入れ終わりました。はい、すっごく気持ちよかった。どう、まあ、そんなこう見てわかるあれじゃないけど、コラーゲンをキュッと入れてもらいました。全然痛くなかったし、あの途中で下に板引いて、あの手袋してやってもらってる時はなんか電気が走ってたのかな、感じはしないんだけど、多分そういう感じで、であとあのクリームをこう入れてもらうやつだとかやっていただきました。Google トランスカカオ使ってくれてます。スタッフのお姉さんたちもとってもいい人たち、かわいいです。アンニョン。はい、フェイシャルが終わってツヤンツヤンになりましてですね、今急いでホテルに向かってます。私たちまだもうフライトのままね、このまま来たので、一回ちょっと臭いので着替えてでご飯に行きたいと思うんだけどね、Google が韓国は使えないみたいで、ネイバーのマップをダウンロードしたんだけど、
英語入力してもダメでハングルで入れなきゃいけないとか結構大変で、とりあえずうちらメトロカード買おうね。はい。地下鉄結構全然余裕だったね。全然余裕だった。あれナビタイムみたいなの見ればいける。そう、あとなんかフォロワーさん情報だとバスがマジ使えるらしい。そう、バスがめっちゃ使えるから駆使した方が、今タクシー少ないからと言われて、とりあえず今これはウーバーで呼んで、けどウーバーはやっぱそもそも配車が少ないから結構取るのが大変らしいんだけど、今の時間だったらまだ流れてるタクシーいたよね。はい、いました。なのでとりあえず私たちは充電器も必要だし、カメラの電池も変えなきゃだし、着替えたいし、やることいっぱいでパパパってそれをやって、向かいたいと思います。ウェスティンに到着しました。なんかここのウェスティン高級感ある。この間さ、ちょうどあジュリアちゃんとさ LA のダウンタウンのウェスティン行ったんだけど、マジでゲットすぎてすごいよかった。やっぱ場所によって全然違います。For one night from today, I'm checking out tomorrow, and you made a reservation for the twin bed. わあ、ちゃんと高級ホテルの作りですね。すごいです。おお、いいですね。おお、お風呂場はどうですか？お風呂場はここです。あ、お風呂場いいじゃん。いいですね。はい、ということで今からディナー焼肉に行きまーす。ペゴファイオ、ペゴファイオ、タクシーがまじ捕まらないのでウェスティンで頼みたいと思います。はい。なんかレストランの向かいにすごい可愛い施設があります。サウンズアーバンリゾートハンナム、可愛い、ちょっと下北チックみたいな。多分ね、お店はあそこだと思うんだよね。渡る？はい、ナジュレストランに着きました。ナジュハウス。ビールいただきます。葵さんについていただいちゃってすいません。全然おいしょ。葵さんはとりあえずサイダーですね。乾杯。あね、ペコパよ。今はスペシャルゲストを待っています。ペコパよ、ペコパよ。もう来ると思うんだけど、192センチのスペシャルゲストを待ってます。うちのスペシャルゲストって言ったんですけど、ねー、ハズラだったすいません、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 韓国に来てしまいました。明日帰っちゃうんだよね。明日帰ります。よかった、かわいい。見れてかわいい。これかわいい。これ何？袋？それはストラップです。あのうちの宅急便の。そうだよね、あれめっちゃかわいい。これといつも大好きなステッカーをいただきました。ありがとうございます。好きだからガーリザボーガーリザボーなんで、アリアナグランデありがとう。もうケミオくん真っ黒ガーリザボー、何食べるの。アリアナグランデムーンライトですから、店員さんもびっくりです。ありがとうございます。また始まった。ソフトクリーム花。あね、みなもうめっちゃペラペラペラみたいな。コンビニにやってきました。ケミオくんはどこだって言ってもすぐ見つかるぜ。なんかダンス言ってた今。あ、日本語。日本人です。日本人です。日本人久しぶりや言ってますよ。え、昼間並ぶんだって。トロ、私は韓国に住んでる友達から来ました。トロトロ、イエイイエイ。すごい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。やばい、始まりますよ、早いんで。ちょっと待って、中で3、2、1中ない、違う、なんだよ。え、どこ取れちゃった。私をしますもん。もう普通に私やります。
度は白黒を撮りました。じゃん。あ、なんか、あ、すごいすごいすごい、ごめん手入ってない。材料生産、はい、貼ってください。私これ裏がシールになってるのと思った。あ、なってないんだ。みんなかっこいい。一生懸命貼ってます。おはようございます。今日は2日目なんですけど、ちょっと見てほしいの、昨日のエステのおかげか、なんか今びっくりしたんだけど、鏡にこうやって近づいて顔見たら、めっちゃなんか肌めっちゃ綺麗になってて、毛穴がギュッてなってんの。わかんないか、まあビフォーがわかんないよねって感じだよね。だけどさ、けどすごいテンション上がっちゃってビデオ回しちゃいました。はい、じゃあ支度をして今日も韓国2日目楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今からタッカンマリを食べに行きます。意外と薄着。すごい、店に入った瞬間に来たの。もし場合が取ったら先に食べてもいいですね。はい、全部入れた。はい、お餅追加しました。待ちきれません。髪くくって気合い入れて麺も追加で頼みました。めっちゃ美味しいね。私タッカンマリってなんか味しないイメージだったんだけど、めっちゃしょっぱい。普通に塩入れなくてもしょっぱくて、すんごい美味しい。旨味が出てますね、めっちゃ。今日なんかこのソースあんま使わないで、このスープが美味しすぎて飲んじゃう。ね、スープずっと飲んじゃう。で、喉乾いちゃう、ね、フォロワーさんが何て言ってたんですか。水筒に入れて持って帰りたいってフォロワーさんから来てて、その意味が分かりました。はい、ということで今タッカンマリを食べて、美味しかった。ちんちゃんマシッソよ。ちんちゃんマシッソよ。で、今から私たちはもう口がニンニクすぎてマジで見た目以上に優しくないですよね。とりあえずうちらバスをのバスに乗ってみようと思ってるので、はい、バスから3駅で行ける。3駅でオニオンという人気のカフェに行けるので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、あ、大通りに出た。頑張ろう。生地屋さんとかです。本当だ、懐かしい。出張でめっちゃ来てたからさ、ね、これを普通に衣類売ってるけど、いっぱい生地屋さんがいっぱい。じゃあレッツゴーゴー。料金払わなくてもいいの。ただ長いとこ、あの遠いところ行くときはプラス何百円とかがつく、うんうんうん、6000です。はい、はい、600円1つ。チャージどう600円っていうの。もうすぐ怒られた。1万ウォン。自分の1で言うなよ。6000ウォン。東京、東京、私も東京で住んでたの。1万ウォンチャージ。大丈夫。1000円。言ってる。私が先言っちゃった。じゃあ、はい、カムサムニダー、ありがとう。なんか韓国は日本語話す人がめっちゃ多くて、今の子ね、普通にミニストップのおばちゃんですら、うん、普通にメトロカードって英語で言ったら、うん、何人って、うん、どこから来たのって言われて、日本って言ったら日本語話しなさいよって言われて、言われた。めっちゃ上手だった。すごいね、めっちゃ東京に住んでたんだって。すごいね。で、ゲットしました。1万ウォンチャージしました。いいマネー。無事にバスに乗れました。よかった。難しいバスの方が、ね、マジで難しかったけど慣れちゃえばね。あ、なんかね、良さそう。到着しました。すごい、あーすごい、かわいい。どこで頼むんだ。こう並んでる。すごい並んでるんだけど。大変だ。ね、美味しそうだよ。この2つを選びました。はい、ということでオニオンショット追加を頼んだので、自ら追加します。ショット、はい、追加です。ドゥ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 。カフェイン注入。カフェイン注入です。いい天気です。ここいいですよ。なんかリノベーションなんですよ。あ、あの涼しそうなところに
ね、行こっか。おいしい。はい、ということで、ホテルを、チェンジしてですね、今日からちょっと泊まってみたかったのはこのホテル、ボコっていうホテルなんだけど、 VOCO でボコホテルに今日からステイしています。で、今日はちょっと予約の関係で葵ちゃんと別部屋で、明日から一緒の部屋になるんだけど、もういっぱいで超人気のホテルで、エリアもカンナムですごいいいところなんだけど、こんな感じで、でここのすごいのがこのミニバーがフリーなんだって。すごくない？あ、なんかまあ予約のあれによる、内容によると思うんだけど、これフリーあげじゃない？ビール飲んじゃうよね、一人で。そしてなんといってもですね、このホテルはすごくエコで、キーカードもちゃんと木になっていて、でお風呂場がすごく素敵なの、可愛くない？こういったお風呂場になっておりまして、でアメニティも全部アンチポーズ、あのオーストラリアのオーガニックブランドで、すごくエコーホテルとなっております。はい、お、いいですね。ちょっとしたお色直しをして、はい、夜に備えました。コース名ショッピングに行きます。私もお色直しをした。かわいい、アリシアのニット帽に、中がかわいいんですよ。かわいいんです。あ、こっちです、こっちです。あ、そっちか。これです。早く洋服買いたいな。はい、オリーブヤング着きました。へぇ、閉まって反対つけるね。はずっ、上下逆だった。え、韓国の生理用品めっちゃ進んでる。アメリカのラエル、これ読めないんだけど、私これ使ってて、あのナプキンとか使うときはね、これめっちゃいい、好き。オーガニック系がすごい多いんだけど、さすが。かわいいこのマスク、気になる。スキンフードのやつだ。あと葵ちゃん曰くやっぱこれがすごいいいらしいので買ってみようかなと思います。私の記憶上、柔らかいクリームっぽい乳液がついてるタイプの、あーなるほどね、マスク。はい、ホテルのすぐにもこれカロスキルがあって、ここでお買い物いっぱいできるので、ジェニーの香水があるところに行きたいと思います。アリサさん、はい、一瞬顔出して。ピアス開けます。バイバイ。これ開きました。え、すごい、めっちゃいい感じ。触るな、だって。え、ちょっと開けちゃった、嬉しい。韓国に来て乗りて、乗りて、だってピアスって書いてあったんだもん。ピアス開けちゃった人です。Thank you。 カムサミナー。開けちゃったよ。どう？かわいい。いいよね。なんか今馴染んでる、すごい。ちょっと、もしあんま痛くな、全然痛くなかったから。でしょ、うん、でしょらしい。で、開けてないんだけど、明日あたりここもいっちゃうかな。あ、やばい。トラが吸っちゃうかもしれないです。いっちゃうかもしれません。すごいギャルたちが写真撮ってて、おしゃれな写真です。並んでこようかな、あの中に。入ってきてください。怒られるかな。着いた。かわいい。着いたよ。ギフトラッピングをしてもらってます。ギフトラッピングがめっちゃかわいい。イエーイ。はい、タンビュリンスでいっぱいお買い物しました。で、またちょっと決めかねたものとかもあったので、またいつでも来れるから来ようかなっていうと。あ、ルラボだ。ルラボ、あ、韓国限定のあるんじゃない。そしてジェントルモンスターに来ました。サングラス買いたい。サングラスに悩んでます。それ何色？あ、 なんて名前それ。デコ、知らん。横に書いてある。LE、 LE、 リ。私のはオトってやつか、これがディリオンってやつで迷ってます。何なの、すごいこのビル、すごいいっぱいありますよ。ということで、今からお会計です。タックスフリーができるので、タックスフリーしてみたいと思います。サイズを合わせてくれるそうです。
はい、ということで着替えまして、お、光がいいです。はい、光漏れ。はい、今からなんだっけ、カンジャン、カンジャンケジャンを食べ、カンジャンセウ、カンジャン、あ、ある？多分ある。食べに行きます。歩いて。え、でもなんだっけ、うちの兄弟、タッカンマリ、タッカンマリ、タッカンマリが結構お腹いっぱいでね、いまだに、うちらしかもパンも食べちゃったから、オニオンで、うん、だからちょっといまだにね、餅と麺が腹持ちいいんですかね。ね、結構腹持ちいい。あのお餅がもう本当に美味しかった。もちもち。でも今もうちょっとね、なんか小腹も空いてきたし、なんか変な時間に好きそうじゃないですか、ね、食べてないと。いっぱい食べたい、せっかく帰ってきた、まあ、いっぱい歩いたし。そうそう、なので今から、ちょっと名前はまたお店に着いたらご紹介します。行ってきます。行ってきます。美味しそう。カムサンミダ、めっちゃ美味しそう。いい匂い。これ私たちもしかして違うメニューとか出されてない？高いぐらい高いです。7800円。78000ウォン。やばいよ。三ナ口、三ナ口来ました。すぐ行っちゃうな。うわぁ、おいしい。カンジャンケジャンとご飯も来るんだ。なんかこれ、あ、レモン、はい、そのまま一回吸ってください。おいしそう、目飛び出てる。うまい、しんちゃん増しそうよ。うまい、しんちゃん増しそうよ。おー、増しそうよ。うまっ。おいしいですか？味わってください、このカニ。7800円。だよ。ありがとう。あとでこのお米を、このお米をこの甲羅につけて食べるんです。でもこれは頼んじゃったね。まあ食べましょう。クリーミーそう。あ、アリサさんの美味しい時の踊りだ。食べてみて。食べる。これなんかちょっと玄米っぽいんですよね。めっちゃうまい。ね。31のケーキがめっちゃかわいいの。全然日本と違う。はい、ということで帰ってきましてですね、あのアビブのパックをやったんだけど、これわかるかな、これね、なんかついてんのかと思ったらこれがもうパックで、こっち側はもちろんクリームひたひたな、うお、すごいクリームひたひたなんだけど、こっちがもう呼吸、皮膚が呼吸できませんみたいな、何にもつかない。最近のパックはこうなの？これさ、髪とかにもつかなくてこのままドライヤーできるじゃん。めっちゃ良くない？これもしかして最後にやるやつだったのかな、化粧水とかの。とりあえずすごい潤ってて、まあ、10分15分ぐらい置いてみようと思います。というわけで明日は朝からデパートに行くので気合い入れてもう寝たいと思います。今日は今ね、もう11時だ。髪乾かさなきゃ。はい、ということで、で母校のホテルはドライヤーもめっちゃ早いやつだったので、それを確認した上で頭を洗いました。エクステもついてるのでね。はい、ということでまた明日、おやすみ。はい、ということで今日はですね、今からヒュンダイソウルというデパートにお買い物に行きたいと思います。イエーイ。写真撮ってます。スクショした。地図をスクショしてます。で、葵ちゃんが行きたかったカフェがカラーというカフェがあったんだけど、そこに行こうと思っ、ヒュンダイからちょっと近いからそこに行こうと思ったら、なんと閉店ね、してて。しかも6月で。あ、そうなの。そう、6月の30ぐらいでしょ。あららら。なのでちょっとめっちゃ口がコーヒーになってたんだけど、うん、でも絶対デパートにあるよね、コーヒー。ある、地下にあるらしい。じゃあ行ってみたいと思います。すごい可愛いサラダ屋さん。やっぱこの丸みがいいよね。カーブがね。うん、カーブが可愛いよ。
お香をお土産に買いたいと思います。これ1390円でめっちゃ入ってる、最高。これも可愛いからちょっと見たいな。あんなインフォメーションかなすら可愛いんだけど。はい、ということでですね、キンパとトッポギを買ったので、麺も別で頼んでるんだけど、まだ時間かかるので先にこれを食べたいと思います。美味しそう。ミシュランを取得してるらしいラーメンです。いただきます。デパ地下でご飯をしてから、1階のビューティーセクションに来ました。すごいヘラとかがあってね、あとなんか見たことないブランドもいっぱいあるの。これはラブルケットかな。で、あとこれなんかすごいちょっと気になるんだけど、サンタマリアヌベラみたいな、こういう系、なんかちょっとスペインチック、ポルトガルみたいな、かわいい。ほらみんな唇をこう、海苔みたいな。確かにスティック海苔っぽい。間違えてあのスティック海苔と使ってた。なかなか使うシチュエーションないけど。葵ちゃんが来たかったコーヒーに着きました。はい、コスメがいっぱいある。フォロワーさんには、韓国のセフォラと教えてもらったシコルに来ました。ちょっとカフェイン取りすぎて気持ち悪い。マジセフォラだわ。うちがいつも使ってるリップ、ラカの。これめっちゃいいんだよね。超好き。エラゴムのミニサイズあんの超アゲなんだけど。アゲアゲ。すごいです。ロッテリアが近未来的。ここでピックアップするんだ。え？びっくりしている。はい、というわけで今はホンデという地域にいて、今からお洋服をね、買いに行きたいんだけど。まだ場所が見つかっておりません、私たち。ちょっと記憶が曖昧で。あ、なんかストリート系だよ。あ、そう。こういう系？こういうところの、どっかの路地からスタートするんだよ。今、ファッションストリート。韓国のあの、多分、引きだね。はい。服を探してるんだけど、もうちょっとで着きそうだよね。そう。で、この道を私はたくさん歩いた記憶があるから、あ、見えてきた。見えてきた？見えてきた。ソースアンノーンの出元を探しに行くぞ。そして安く買うんだわな。四国買うんだぜ。このほら、昨日欲しいって言ってたよな。本当だ。昨日欲しかったやつとかある。こっからあっちまで。ずーっとお洋服が買えるそうです。すごい買いました。やばい。で、今からナッコプセを食べようと並んでます。あるかな。ね、あるといいね。はい、やっと入れました。隣のお姉さんたちがすごい優しくて教えてくれて、すごいありがとうございますという気持ちでいっぱいです。韓国の人たち基本的にみんな超優しいし、すごいみんな親切だよね。めっちゃ親切。はーい。はい、お部屋に帰ってきました。はい、ということで今日からやっとお目当てのお部屋に泊まれます。イエーイ。イエーイ。広いんだよ。イエーイ。お、ちゃんと荷物も。ただいまほんとだー。リビングがあってキッチンもある。え、めっちゃいい。かわいい。え、バスルもあるよ。うわ、ほんとだー。かわいい。最高じゃん。アイスランドのとなんか思い出す。確かにこんな感じでしたね。最高です。こんな感じです。テレビもあります。私たちの荷物やばいよ、これ。やばーばーばい。本当に3泊ですかって4泊か。なんかこのここも可愛いし。はい、今から私たちはなんと赤すりに行きます。赤すり&マッサージ&サウナけども、ちょっと眠すぎてどの程度までこなせるか。私のマストは赤すりです。おいちゃんは？え、やってみたい赤すり、うん、無事にツルツルになるよ。
なんて言われるかな。私は 赤の上級者って言われたの。どこで言われた、韓国かな。赤の上級者って言われて、そう、赤の上級者とか言って言われて、なんか電話で、あんた何したいですか。赤釣りは絶対したい。私赤釣り、赤の上級者なのって。聞いたことない。聞いたことないよね。はい、赤釣りの上級者についていきます。なので赤釣り、あのホテルの近くになんかいい感じのスパがあったので歩いて向かってます。事件です。今日買ったこのアグがとっても歩きづらい。もう足がおかしくなりそう。歩きづらくてピエン。かわいいのに、でもめっちゃかわいいの。到着しました。スパレイに行きまーす。歩きづらいよ。なんか後ろから見たら余計歩きづらそう。そうですよ。歩きづらいそうですが、スパでスパから出てこのまま帰ります。ゴリゴリ。はい、ということで今日は4日目、うん、4日目です。ほぼほぼ最終日です。今から葵ちゃんお目当てのザ・ベイカーズテーブル、ザ・ベイカーズテーブルに行きたいと思います。今日買った、あ、昨日買ったトップスを着てみました。かわいい、かわいい、緑に行きましょう。じゃあ、はい、はい、というわけで葵ちゃんお目当てのザ・ベイカーズテーブルに到着しました。私は洋服をミスって寒すぎて日向で待ってるんですけど、中でもう目見えてないですけど、いいですか。見えた。中でレジスターをして名前が呼ばれるのを待ちます。はい、3組目です。で今日はこのアグを履いてきましたよ。感じますよ。かわいいでしょう。あ、お願いしよう。あっという間にパニーニサンドが来ました。私たちはチキンのパニーニサンドを頼みます。トマトスープとマッシュ、なんだっけ、マッシュルームだっけ。マッシュルームです。あの、あっちのね、パン屋さんで買ったパンをカットしてもらって、私はただのハードブレッドで、葵ちゃんはセサミブレッドで、このパニーニが、あとはブレックファストを待ってます。いただきます。トマトスープです。トマトスープ、飲んでほしい、濃厚なの。え、ロブスタービスクみたい。美味しくないですか。めっちゃうまい。うん、美味しい。ブランチ、これが来ましたよ。うまっ。これはマッシュルーム。あ、美味しくないですか。あ、アリサさんの美味しい時の顔してる。交互にずっと置いてた。え、でしょでしょ。よかった。めっちゃ美味しい。じゃあ食べていきます。はい、はい、ということでですね、あ、並んでるの？タンビュリンスとジェントルモンスターとかのポップアップなのかな？期間限定？そう、期間限定のお店なんか、ね、わかんない。そう、行きたいと思う。かわいい、うちらほわほわ、ほわほわチーム。同じようなもの、同じようなね、やつで、はい、行きたいと思います。すごい、めっちゃ並んでる。これが配られました。やっと入れましたけど、ちょっとツアー形式なぐらい混んでおります。続きましてはブームザショップという、ちょっとドーバーっぽい感じのセレクトショップに来ました。あ、かわいい、かわいいです。はい、ということで今から最終日夜ということで、もう一回ちょっと日がね落ちる前に写真を撮りに行って、でその後私がちょっとプラダの靴、日本で今買えない、買えないと思う、ネットにはないんだけど、ローファーを買いたいので、葵ちゃんに付き合ってもらってデパートに行って、あとはなんか夜ご飯食べて韓国スーパー、そうだね、韓国スーパーと、あとまたオリーブヤングでパックの買い足しをして、あのパック本当買いたいね。で夜ご飯はチュクミに行こうと思います。はーい、イエーイ。
韓国スーパーにやってまいりました。 E マートです。 E マートです。うちらは、カップラーメンとお土産を買いますよ。わあ、お菓子食いて。新世界デパートに来ました。シャネルのポップね、めっちゃ可愛い。シャネルのポップアップがやってる。葵ちゃんは何を買いましたか？ローファーを買いました。トッツナロで、私はですね、狙っていたプラダのローファー、チャンキーローファー、日本で全然なくって、タックスフリーだったし、日本に帰ったら履きたいと思って。ハッピー。めっちゃ写真撮ってくれるお兄さん。ウケる。ここで撮れって指示されてます。はい、やっと今からご飯を食べに行くんだけど、今日は土曜日の夜で人がやばい。にぎわってる。ここはあのカンナムのカロスピルの近くで。はあ、いい匂いする。じゃーん、ここで食べる。あ、それ何なの？これですけど、はい、牛肉の縮みですよ。これを大切に続けるよ。ありがとうございます。優しい。あ、これは何ですか？もやしのスープです。スープなんだ。はい、こちらはエビとチュクミ、タコとコプチャンホルモンが入ってます。タコからいただきます。はい、でこれがレモンマヨなんだって。いや、柔らぎますって言ってます。美味しい。うん、辛い。辛い。うん、美味しそう。いただきます。美味しい。はい。今日は最終日なんですが、朝ごはんを食べにカロスキルの近くの朝ごはん屋さん、なんか定食屋さん、最後までちょっと韓国を感じに来ました。ここはもやしスープが有名みたいです。もやしクッパ。あー、カムサムニダ。最後に韓国のスタバに来ました。はい、ということで葵ちゃん念願の韓国限定、そう、スタバグレープフルーツティーダスです。ダス。私にはちょっと甘すぎました、ね、シロップ入ってないと思ったら入ってますね。入ってるよね。私の予想、グレープフルーツのなんかシロップみたいなのとティーが割ってある感じする。あ、クリームが下にちょっと見えるんです。で、思った、目から甘いのかも。私は普通のスターバックスラテのソイミルクで、なんか日本より美味しい気がする。ちょっと香ばしい感じがする。ね、美味しいよね、うんうん、じゃあ空港に向かいます。バイバーイ。バイバイ。バッグでかすぎよ、ほんとやばいです。葵ちゃんも大変です。やばいです。やばいです。僕でハイヤーというか大きいタクシーって言ったらこんな大きいな気がする。ロケバスですか？カンサウニナー、ロケバスに乗ります。2人して免税店で買ってしまいました。イエーイ。はい、ということで私たち今から帰ります。早すぎた。早すぎたね、うん、マジで早かったけど本当に楽しかった。楽しかった、ね、いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お世話になりました。また絶対ちょっと来月来たいぐらいですね。アメリカがなきゃ帰ってきてから教えてください、うん、空いてる日を。速攻で週末にでも行きたいと思います。ピュピュッと行けちゃいます。じゃあ、葵ちゃんの方の Vlog では、美容系のことに特化した、はい、Vlog を載せているので、はい、ぜひ見てみてください。見てみてください。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。お待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。あ、チェリーチェリーポーズ。